い、こんにちは。一人料理でございます、はい。みんなはちょっとドリフト行ってるんでですね。二人だけしかいないんで、やっていきましょう。はい、今日はですね、はい、レンコンを使って、レンコンの、からしレンコンみたいなやつを作りたいと思います。中に入れるってこと？そう、中に詰め物をする。で、なんかね、今喉を痛めてるんやけど、レンコンがめちゃくちゃ喉にいいらしくて、昨日すりおろしてね、飲んでみたらね、確かに良かった。今まで俺の1位は、金柑蜂蜜漬けが一番喉に良かったんやけど、それに匹敵するぐらいの良さだったんで。レンコン何の成分があったでしょうね。なんかタンニン、あの渋みっていうか、えぐみ成分、タンニンがいいらしいっていう話になりましたけど、はい、だからね、レンコン料理、まあ、レンコン料理になったらどうかわからんけど、できます。ちょっと臭いで、まずは皮を剥いて茹でます、はい。で、からしレンコンって、まあ、前も言ったけど、お土産のからしレンコン、まあ美味しくないですよね、その地元で食べたら美味しいけど、まあね、なんだろうなっていう、お土産のやつは、なんで、で、あれ、味噌となんかパン粉とかからしとか混ぜたのを詰めるんじゃなかったっけな、だからなんかそれでモサモサする感じがするんだよね。からし詰めます、そのまんま。からしと、エビのね、すり身を詰め込もうかなと、こう、ランダムに詰め込んでいこうかなと思います。いけんのか。まあ、一つ飛ばしぐらいかな。で、詰め方もこう、グイグイって押さえて詰めるんじゃなくて、もう、直接チューブからジューッとやろうかなと。エビのすり身を？エビのすり身はやっぱギュギュじゃないとね。それか、絞り器に入れて、この間ね、コロンビアのイベントで、夏祭りにパティシエさんが来てくれたじゃん、あの方が来てくださって、で今度は絞り器をくれました、やったいつも俺らがなんかポヒャーとかやってるやっとるけんね口金が変えようっていう話なんだけどね。そうそうそう、見るに見かねてでしょうね。ありがとうございます。いつもやもんね、なんかねそうあの出来とかね、ああいうのもないっぽいから。でもあの泡立て器もやっぱすごいよね。手でやる、手でやるにしてもすぐ混ざるというか、泡立つというか。よし、まあレンコンをなんか酢で煮ます。酢で、ああなんかアク抜き的な。そう、なんか酢をちょっと煮ます。酸化防止なのかどうかわかんないけど、酢をうっすら入れたので、ちょっともうちょっとでいいよ。これにレンコン入れて10分ほど煮ます、穴からはい、じゃあレンコンちょっと茹でます、その間にすること、あ、そっか、エビの、これを剥かんといかんね、じゃあ中に詰めるエビ、と片栗粉でいけるんじゃないかなと思うけど、たっぷり入ってるこいつレンコンも茹でてもシャキシャキしばらくはね、相当茹でたら柔らかくなるけど、はい、OK、プロセッサーでエビ新女だ、エビ新女、なんか聞いたことある、料理になってかな、はい、じゃあエビ新女作ります。新女かわからないけど片栗粉も一応入れておこうかな、エビ入れて結構粘りが出ますね、いくぞエビ、もうこれだいぶいいでしょう。はい、うわー粘っとる。うわー粘っとる。すごいこれ。プリプリやね。口に出して、うわー。はい。うわあ、これは上質な。これさ、魚練り餌としてめちゃくちゃ魚釣れるんじゃないの？エビはね。ね。よし、はい、いいでしょう、こっちもちょっと一回冷まします。レンコン、でも穴がちょっと大きくないと入りにくそうよね。これはここに置いていってと、リボルバーのことやったけど、レンコン今またシティハンターがね、話題に上がってるけんね、リボ
ボルは俺の俺のコルトパイソン357マグラムがよし、じゃあからし詰めてったろかな、うん、からしを直接詰める激辛ですね。からしれんこんやっぱね、うん、刺激がないとね、刺激が欲しけりゃバカになれつげん、うん、おや、し、誰か来たようだこの小さめの穴に詰めようかな、はいはい、こっちはね、やりすぎだと思う、さすがに。ほら、あ、こっちから空気が出てくるということは入っててる、ちゃんと、おー、出てきたこれはもうみちみちでしょう。みちみちですよ、これ絶対辛い。辛いコスパ悪すぎ。あー出てきた。うわ違う、出てきてんじゃねえ。で落ちていきよるこれ。つる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 して。あー、あそういうのもある？水分でぬるぬるして。あ滑ってんだ。滑ってやがる。何これ難しいやん。ねえ、うん。冷たって他のとこにも入れたって。まあ、それぐらいにしとこうかな、うん、よし押さえてここにぐらいにしといてやら入っとかな、はい、あ、入ってられてる、おすごいすごい、あ、出てきよるこっちからからし、からしのとこにも入りよるけん、はい、からしのところは遠慮しろよ、もう全部出てきよる選んでつくと思うんだよねむずすぎやろそうね、考えてみたらからしの方はもう入っとるけん入るなよ風味が残るじゃないですかせっかく辛い色にしよるわかった、エビを詰めた後に半分からしを詰めるという、なるほどなるほど、それでも意味ある、食うところによってエビかからしかしかない先にもうここ混ぜようかなもう本末転倒じゃないけどでもそういうことですよね、はい、そうね、そういうこと、うん、もうエビからしれんこんにします、甘かった爪が。あでもエビに何の味もつけてなかったね。あそっか塩コショウ的。そうね。うん、塩コショウ。もし。うん。よし、はい、入っていけレンコンに。キュッと。おお入っていってる感じやね。キュッと。おお。詰まったもう。ずっとからしが出てきた。いっかな、うん、はい、こんなもんで、じゃあ、はい、衣をつけます、はい、マグでやろうと思ったけど、もうコツのいらない、うん、あいつでやろうかな、うん、お、ちゃんとあるちゃんとある、でも、ウコンのあの、うん、があったよね、ジンコじゃなくてあったはず、これと思う、うん、と思う、わかんないけど、まあ入れてみます、天然成分ですからね、カレー、うわーやばい、あの喉にも肝臓にもいい、よし、これをこのまんま、ドバッと、結構薄くついてるけど、あれそうね、どうやってつけてるのかな、いきます、重たいから危ないよ、気をつけてね、イエーイ、エビだけも揚げてみようかな、でも跳ねるかな、水分大丈夫って言うんですか、それにあの天ぷら粉混ぜて、あ、そうねこれにつけば、そのまま揚げてみる、けぇけぇちょっと上がるとこいや、もういい感じで上がってる、そうね、唐揚げみたいな、ほんとねよし、じゃあちょっとじっくり揚げていきます、はい、はい、いい感じになってきたよ。これ唐揚げやね。唐揚げ手出したらマジで。ねえ、普通に。びっくりしたよ。ふわふわ。やばい、これ、この、あれ？でもなんか違うぞ。あ、もう揚げてみます。はい、こんなんじゃないかな、うん、と勝手に思っております。うん、同じ状況やろ、これ。はい。で、しばらく置けば、ちょっと熱くて綺麗。切れないんでしばらく置きます。そしたら多分余熱で通るでしょう。はい、ちっちゃいのじゃあ食べてみます。はい、プリプリ。
エビからし。うめえ。おつまみ。最強におつまみはめちゃくちゃうめえ。あ、柔らか。いただき。あー。あ、うまっ。これうまいね。うん、あ、うまっ。エビ。うん。エビすり身揚げ。すっげえエビの香りがするけど、うんうん、あの。からしもなんか熱が入ってる結構はなんかあんまり辛さが、うん、ちょっとあれたぐらいやね、うん、ちょっとピリッとする感じ、うん、うまいやん、うん、ちょっと唐揚げにも似てるね、唐揚げって言った喧嘩じゃないけど、ね、唐揚げっぽくなんか感じた、うん、柔らかい唐揚げの感じがするね、よし、じゃあ、切ってみますかね、ちゃんと詰まってるか、うん、一番入ってるかどうかわからないところシャン、じゃーん、お、赤くなってるから火は通ってるのかな、これですね、うん、完璧、え、まあ、中心にもあるんだねいや、熱々でうまいんじゃなかろうか、これはですね、やっぱ何でもね、出来たてですよね、一番うまいな、うん、はい、完成です、はい、食べていきましょう、はい、はい、それでは、はい、食べていきましょう、いただきます、ジョッキ缶ストライズヒーロー、はい、乾杯、ちょっと慌ててないけど、うめ、でこれに合うおつまみは、うん、このレンコン、真ん中真ん中のエビからしレンコン、はい、あ、入ってないとこあるな、うん、いただきます、いただきます、うん、香りがすげえからしですね、うんうん、からしの部分があるけんかわからんけど、うん、うん、うまいけど、うん、全然からしないっすね、ないねうん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 、辛いとこは辛い、あ、うん、ったうん、からし飲みゾーンがあった、おいしいですよ、うんうん、これうまいですね、シャキシャキ食感で、うん、これだったら白石町のね、特産品になるんじゃないのかな芝エビとレンコンの組み合わせで、うん、うわぁ、端っこからしレンコンやった、からし勝手に佐賀県特産品作っていく、うん、勝手に佐賀県のあれじゃないやつとかねいっぱい使うかもしれない、アスパラとか、うんね、うん、塩だとかアスパラやね、うん、あとイカどこのすり身揚げも、うん、こっちが、うん、なんだかんだででか、うん、うまい、あと、からしれんこはもうちょっと味付けてもよかったよね、うん、ですね、濃いめに、こっちは結構いい、うん、味あってるもん、すげえ味あるもんだやっぱエビ合うっすね、美味しい、うん、うん、あー、うん、はい、ということで、はい、佐賀県白石町の、うん、名産品を作ってみました切っちゃうんですねからしエビレンコンですかね、はい、違う、なんだ、うん、からしエビレンコンかも作ってみました、はい、美味しかったです、ぜひ皆さんも作ってみてください、はい、ありがとうございました、ご視聴ありがとうございます、ありがとうございます、釣岡プロデュースの海鮮丼屋ゴルフスタジオ営業しております、海鮮丼屋は吉野ヶ里遺跡公園前、ゴルフスタジオは釣岡ハウスの横で営業しております、ぜひお越しください、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。